はい、それでは、お時間になりましたので、本日のウェビナーを開始させていただきたいと思います。今回はですね、今日のお話は、前回ウェビナーに出て出席していただいた方、どうもありがとうございます。そちらのですね、話、CI/CD の話をしたんですけども、基本的には一切製品の話をせずに、概念的な話をさせていただきました。で今回は、とはいえですね、やっぱりツールを使って何か自分で始めてみたいっていう方向けにですね、我々の JFrog のプロダクトを、中心にしながら、CI の話ですね、をお話しさせていただきたいと思います。で、デプロイまでの CD に関してはですね、また次回のウェビナーにてご紹介したいと思っております。それでは、本日よろしくお願いいたします。はい、本日お話しさせていただくのは、JFrog Japan にて、ソリューションエンジニアとして、働いております、三宅が、担当させていただきます。で、ロールとしてはですね、このようなウェビナーをやったりとか、あとは、お客様の前で、製品のお話とか、DevOps のビジョンのお話とかさせていただくような形でですね、いわゆる、世間のソリューションエンジニアと、あとは、トレーニングであったりとか、そういったですね、ロールを兼ね備えたような形で活動させていただいております。で、ハウスキーピングとしてですね、今日のウェビナーの、ウェビナーは録画されておりますので、後ほどリンクをシェアさせていただきます。その録画についてはですね、例えば社内でお使いになられるとかで、ご自由にしていただいて構わないです。で、基本的にマイクとカメラは今オフにさせていただいているはずだとは思ってるんですけども、もし仮になってなかったりとかですね、する場合は、オフにしていただければと思います。で、いくつかご質問とか聞いてる中で出てくると思うんですけども、そちらに関しては、QA のタブですね、があると思うんですけども、こちらに、適宜書き込んでいただいて構わないです。で、回答するのは最後にですね、まとめてにしようと思っております。あと、チャットのタブもありまして、こちらに書いていただいても、どちらでも構わないので、何か疑問ですね、などかありましたら、適宜、ご連絡いただければと思います。はい。で、本日のアジェンダなんですけども、前回の、ウェビナーに参加されてない方もいらっしゃると思いますので、本当に簡単にですけども、CI についてですね、おさらいをした後に、JFrog プラットフォームですね、我々が、DevOps のプラットフォームとして出している、もののご紹介を簡単にさせていただいて、本日ですね、それに関してデモですね、簡単なデモをご覧いただこうと思うんですけども、それに関連するコンポーネントですね、いわゆる CI の部分にどんなコンポーネントが関連するのかと。CI するためには当然その CI サーバーというものが中心にはなるもののですね、それだけではなくて、いろんなサービスがですね、相互に連携し合うようなですね、形になっております。で、そちらについてですね、コンポーネントをご紹介させていただいた後に、実際にデモですね、ここが本日のメインになると思うんですけども、その後 QA という流れにさせていただきます。はい、おさらいですけど、前回も出席された方もいらっしゃると思いますし、ビデオもありますので、詳しくはそちら見ていただくということでですね、まずこの1枚だけですね、最初にですね、ご紹介したいと思います。で、CI、今日ツールの話をするといったもののですね、基本的には、ツールドリブンの話ではなくて、ソフトウェア開発するにあたっての、姿勢であるっていうお話をさせていただきました。でこれなんでこれを強調したかというと、とかく CI といえば何か CI のサーバーですね、をインストールして、やり始めてみたものの長続きしたりとか、これって結局何の意味があったんだろうかっていうようなですね、お話をちょこちょこいただきますと。なのでですね、もともとですね、そもそもそれをやるためのゴールが何だったのかっていうところを、前回は強調させていただきました。で、例えば、定期的にですね、ソフトウェアのコードをチェックインするようにしましょうと。で、当然、そのソフトウェア開発も1人でやるわけではなくて、複数でやるケースが多いと思いますので、その場合にですね、皆が定期的に、まあ、少なくとも1日1回はコードをプッシュしましょうと。リモートリポジトリにプッシュしましょうという話ですね。これを習慣づけてっていう話と、あと、カバレッジを聞いた形でのユニットテストですね、を書いて、まあ、いわゆる TDD と言われるやつなんですけども、それを実践していきましょうっていう話と、あと、ビルドの時間ですね。そのビルドが、まあ、テストまで通っているところをですね、確認するまでになるべく時間を短縮しましょうという話と、で、環境依存をできるだけ排除しましょうというところですね。まあ、こういったものをですね、まあ、実際にはツールを使わないくてもできるっていうお話もさせていただきました。なんですけども、まあ、基本的にはやっぱり、実践ですね、する際には何かその、まあ、自動化の道具立てであるとか道具を使ってですね、やるっていうのが、まあ、分かりやすいのではないかと思って、本日は、それのですね、JFrog 版の CI のやり方っていうのを、皆さんと一緒に学んでいけたらなと思っております。はい。で、JFrog プラットフォームのご紹介ですね。で、プラットフォームのご紹介の前に、そもそも JFrog、まあ、なんとなく聞いたような、もしくは聞いたこともないっていうような方もいらっしゃると思いますので、まず、この1枚だけ会社のご紹介ですね。12年前にイスラエルで、設立しております。でですね、まあ本社機能は今はどちらかというと西海岸、そのシリコンバレーの方、サニーベルの方にあるんですけども、R&D の拠点である、我々のその今回ご紹介するプラットフォームを作っているのは基本的にはイスラエルになります。で、お客様はですね、6000以上のお客様いて、我々その日本の社員も含めて、今600人弱の従業員が、おりますと。はい。で、まあ、フォーチュン100の 70% が顧客でありとか、2億3000万ドルですね。大体企業価値が、10億、ドルを超えると、まあ、ユニコーンとか呼ばれたりすると思うんですけども、まあ、一応今のそのユニコーンリストには、入っているようです。で、事業所日本も含めまして、先ほどのイスラエルと、US ですね、この、拠点が、まあ、2つ大きなところで、あとはフランスであるとか、インドですね。といったところを合わせて、7カ国9事業所ですね。で、展開しております。はい。で、プラットフォームの概要なんですけども、いくつか、まあ、いくつもポイントがあるんですけども、6つですね、集約してみております。で、特に重要なキーワードが、いくつかありますので、それを強調しながら、説明させていただくんですけども、まず、エンドトゥエンドのプラットフォームっていうことをよく我々言っております。エンドトゥエンドって何なのかっていうと、要するに CI/CD の概念とも重なるんですけども、Git のコミットですね、から Kubernetes のデプロイまで、そのコミットをプッシュした瞬間に、そのアップデートが水が流れるように左から右に流れて、最後デプロイまで自動化されると。こういう世界を目指しております。で、モバイルのアプリケーションとかで皆さん日々その朝起きたら勝手にアプリケーションがダウンロードされてアップデートされてるっていうような体験ですね。これはもうご経験されてると思うんですけれども、これをなかなかエンタープライズのですね、アプリケーションであるとかウェブサービスとかですね、そういったもので実践するって、なかなかまだまだできていないのかなと。で、こちらをですね、そのエンタープライズの世界でも、あらゆるソフトウェアがそういった流れにですね、なれるように水が流れるようにアップデートされるようにっていった世界を我々目指してプラットフォームを開発、日々開発しております。はい。で、冗長性がとスケーラビリティがありますっていうのは、各コンポーネントのプラットフォームに、本日は一部紹介させていただきますけれども、すべてのコンポーネントがもともとハイアベラビリティですね、を、前提に設計されて、実装されているっていうところと、あとはもうノードを足せば足すほど、ストレージの容量も増えますし、そのロードバランシング的なですね、要素も兼ね備えているといったものをすべてのサービスにて提供しております。で、ユニバーサルっていうところですね、これも大きな2つ目のキーワードになるんですけども、アーティファクト、要するに、バイナリの管理ですね、ソースコードの管理って、皆さん、割としっかりやられると思うんですけども、バイナリを管理する、アーティファクトを管理するっていうところって、なかなかまだまだ浸透していないのが正直なところですと。なんですけども、最近ですね、いろんなクラウドベンダーもそうなんですけども、アーティファクトを管理しましょう。で、その製品をですね、ローンチしてきたりしていて、ようやくその、ソースコードも当然大事なんですけども、その後のビルドされたものを管理、運用していきましょうっていうところに、だんだんと日の目が、出てきたのかなと。で、そこでですね、我々ユニバーサルにバイナリーに対応しているっていう言い方をしています。で、このユニバーサルっていうところは、要するにもう一つのサーバーで、あらゆるバイナリーを管理するっていったところですね。これも後ほどデモでご覧いただければと思うんですけども、要するに例えば主要な Java なら Java、Docker なら Docker って各そのレジストリとかレポジトリって言われたものってあると思うんですけども、そういったものが、割と散らばる傾向にあったりするわけですね。例えば Docker のイメージだと、ここのクラウドのこのレジストリに置いておいて、あと他のMavenだと、社内のローカルのMavenのサーバー、リポジトリに置いておいてとかですね。こういった、まあ、散らばるような傾向があるんですけども、一つのサーバーで、全てのイメージですね。Dockerのイメージから、Go でビルドしたバイナリであるとかですね。Java でビルドした、Java ファイルであるとか、これを一つのサーバーで管理できて、提供しているというところがユニバーサルって、我々が呼んでいるゆえんです。あと、地味ながらですね、要するに CI をやるときに、重要なコンポーネントとして、セキュリティのチェックっていうものがあります。むしろですね、セキュリティのチェックができないのであれば、ほぼ、開発者が手元でビルドするのと変わらないわけですね。なので、そこでなぜ CI を使うかっていうところが、分からなくなってしまう、一つのケースになるんですけども、例えばその CI が自動的にですね、セキュリティのチェック、つまり、使っているオープンソースのコンポーネントが、ライセンス違反をしていないのかとかですね、脆弱性がないのかっていったところを日々もコミットするたびに、チェックしてくれるような、そんなものも、地味ながら必須の機能になりますと。こちら、我々は X-Ray という機能で提供させていただいております。で、ハイブリッドマルチクラウドですね。ここは、ご想像通りのですね、ことなんですけども、いろんなそのアーティファクトリーと呼ばれる先ほどのそのバイナリー管理するところですね、が、例えば、国をまたがったりであるとか、で開発している場合は、それぞれの拠点に置くようなケースも、あると思うんですけども、そういった時も、そのそれぞれのアーティファクトリーが、異なるプラットフォームですね、異なるクラウドベンダー、もしくはオンプレミス、こういったもので稼働して、でも問題なくて、それぞれが、レプリケーションと呼ばれて、相互に関連しつつ、データを同期するような仕組みがあるんですけども、それも、個々のアーティファクトリーが、どのプラットフォームで動いていても、お互い当然連携できるような、そんな、アーキテクチャになっております。はい、でエコシステムとの統合ですね。こちらもですね、我々が非常に力を入れているところになりまして、要するに開発部門があるんですけども、そこで開発しているのって、基本的に自社製品が当然半分なんですけども、の残りの半分ぐらいですね、そのエコシステムとの統合の、R&D というものがあります。つまり、各、市場に出ている CI サーバーであるとか、ビルドツール、依存関係のディペンドのマネージャーとかですね、そういったものに対してプラグインを出して、我々のプラットフォームと透過的につながるような、仕組みをですね、日々、いろんなツールに対して行っております。はい。で、JFrog プラットフォームのサービス、これ、概要の図なんですけども、コンポーネントですね。我々がどんなコンポーネントを持っているかっていう、俯瞰の図になります。で、プラットフォームなので、その先ほど、ソースコードから、Kubernetes のデプロイまでっていうお話をしましたけども、VCS ですね。こちらの部分は我々、製品としてはありません。で、先ほどのエコシステムが、あらゆる、リポジトリですね、ソースコード、VCS に対しての、プラグインであったりとか、つながる口を持っております。で、そこにまず、ソースコードがビルドされた後に、バイナリが溜まっていくんですけども、それがアーティファクトリーになります。で、あらゆる種類のパッケージですね。ユニバーサルに管理しているものが、サーバーとしてあります。で、こちらに溜まっていくですね、そのリポジトリに入った瞬間に、セキュリティライセンスをチェックする X-Ray というサーバーがあり、チェック済みのバイナリを本番環境へ配布するためのディストリビューションですね。本番環境へ安全にかつ改ざんもされていない形を保証する形で配布するというディストリビューションという仕組みですね、があります。で、本日はですね、このデプロイですね、どっちかっていうと、デプロイに近い側の話は出てこないんですけども、こういう製品があったりとか、あとそれを最終的に配布する先ですね。で、これは、基本的にはアーティファクトリーなんですけども、それのミニチュア版みたいなエッジと呼ばれる機能があります。で、そちらに随時配信して、そこから例えば小売店などが一番近いエッジのサーバーからソフトウェアをダウンロードするみたいな、そんなアーキテクチャになっております。で、それをですね、総合的に監視するミッションコントロールと呼ばれるUI ですね、があって、で、本日の主役であるパイプラインと呼ばれる CI/CD の、サーバーシステムが、ありますと。はい。で、こちらの認証がですね、すべて、アクセスフェデレーションと呼ばれるサービスで、統一して、いろんな認証方式ですね、に対応して、ユーザーの管理であるとか、権限管理であるとか、何ができて何ができないのかっていったようなところを、すべてプラットフォームを通して管理していると。たのが、概要になります。はい。で、実際にコンポーネントで、ちょっとこれがごちゃごちゃしてるんですけども、私が、最も好きなスライドになるんですけども、こちら、コンポーネントですね、先ほどご紹介したコンポーネントが、CI/CD ですね、要するに開発のライフサイクルの中で、どのような役割を持つのかっていうお話をさせていただきます。まず開発チームの人がいますと。で、何らかしら開発をしているときに、基本的に言語もいろいろになると思いますし、それに対してツールですね、とか、あと依存関係のパッケージマネージャーであるとか、そういったものって、開発チームとか、開発のプロジェクトによって異なりますと。なんですけども、大体一つのパターンが昨今の開発形態にはありまして、要するに自分のソースコードで、そいつが依存するサードパーティーのオープンソースのライブラリですね、を別途定義ファイルで定義して、そいつをインターネットから持ってくると。で、それを含めた形で、あたかも自分のソースコードの一部であるかのように開発するっていったものが、そのどの言語ですね、Java だったら Java と Maven、グレードルを使って、実現しますし、Go だったら Go のモジュールを使ったりとかですね、Python だったら PIP を使ってとか、いろいろその言語とかテクノロジーによっていろいろやり方あるんですけど、そのパターンがまあ基本的には変わらない。はい。で、このカエルですね。左上のカエルになるんですけども、こいつがですね、まず依存関係を解決いたします。で、依存関係、今、番号で言うと2のところですね。で、2の依存関係解決するときに、普通だと、アーティファクトリーの、普通だとそのインターネットから取ってくるわけなんですけども、これをすべてアーティファクトリーでプロキシさせることができます。で、そうすると、アーティファクトリーの、ですね、がプロキシ代わりとなって、リモートリポジトリに取りに行きますと。で、こいつがですね、一旦アーティファクトリーの中にキャッシュされるわけですね。もう一度繰り返します。この開発が、依存関係を解決する際に、リモートリポジトリに直接取りに行くのではなくて、一旦アーティファクトリを介しますと。そうすると、アーティファクトリ上に、ライブラリが溜まっていくわけですね。これはサードパーティーのものが溜まっていきますと。で、日々、その開発する段階では、もうこのアーティファクトリの中にキャッシュされているものを使うような状態になりますと。これいざ、VCS に、コミットして CI サーバーがそこから変更を取得しますと。まあ、ここは今なら Webhook などで CI サーバーが自動的に取ってくるような、トリガーして、取ってくるような仕組みになっていると思うんですけども、そういった仕組みで CI サーバーがもう一度、環境を新しく用意してビルドを開始するわけですね。で、この際に、依存関係を解決するわけなんですけども、これがもうアーティファクトリー、これも当然アーティファクトリー経由になるんですけども、開発者が、日々開発している中でも依存関係を基本的にはアーティファクトリーに持ってきているはずなので、CI サーバーに関してはもうローカルのアーティファクトリーだけで解決される状態ができているわけですね。なので、ここはもう一度 CI サーバーが環境をさらにして CI をする開始するっていう、ビルドを開始するっていう流れにはなるものの、すでにバイナリはローカルにある状態になっているわけですね。で、ビルドしたものを、アップロードします。で、このアップロード先もアーティファクトリーになります。で、あとプラス、自分のビルドしたものですね、実際のその成果物も当然アップロードするんですけども、それにプラスして、ビルドのインフォメーション、ビルドインフォって呼ばれるものですね。っていったものを一緒にアップロードしておきます。で、ビルドインフォには、例えば、誰がですね、いつ、どんな環境変数を用いて、どんなツールでビルドしたかというと、完全にそのビルドを再現できる情報があります。これ JSON 形式で、あるんですけども、こいつを一緒に保存しておくことで、後ほどその、成果物がどんな情報を持って、ビルドされたかっていったものを、後で確認することができます。で、ビルド間の違いをですね、確認っていうのも、このビルドインフォがあることによって簡単にできるようになります。それによって、あるビルドとあるビルドで、動きが異なってしまっているような時ですね。その時は、このビルドインフォの状態を、リフを取ることで簡単に見分けることができると。はい。で、その後にですね、CI のそのパイプラインが進んでいくんですけども、一旦そのビルドされた成果物に対して、QA がですね、メタ情報を付与すると。自分のテストが終わったら、そのテストが終わったっていうような、まあ、コメントを付与したりとかですね。っていったことも、このアーティファクトリーの、管理の中でメタ情報っていったものがあって、そいつを用いることで、可能ですと。で、先ほど言ったように、そのアーティファクトリーがですね、貯めた、依存関係のライブラリであるとか、もしくはこの CI サーバーがビルドしたものですね、これが逐一アーティファクトリーに入っていくために X-Ray で、スキャンされます。はい。で、その後にですね、ここはちょっと、次回の話になっちゃうんですけども、最終的にディストリビューションですね、ソフトウェアとして、どのコンポーネントを集めて、どの設定ファイルとともにバンドルして、配布するかっていったところを、このディストリビューションという機能がアーティファクトリを介して行います。でこれ、リリースバンドルと呼ばれる形で、最終的には配布されるんですけども、このリリースバンドルを先ほどのエッジノードですね、配布して、各開発者ですね、別の拠点の開発者が利用したりとか、ユーザーが利用したりとか、あとは、昨今だと IoT のデバイスにですね、デプロイしたりとかですね、っていったものが、配布形態の一つとしてあります。で、2つ目は、こちらの方が最近は多いと思うんですけども、さらにこのアーティファクトリーから、バイナリをですね、具体的には Kubernetes 用のそのヘルムチャートと呼ばれる、パッケージ、Kubernetes 用のパッケージがあるんですけども、そちらを、プロビジョニングツール経由で本番環境にデプロイすると。で、これを、コミットした瞬間から全て自動化してですね、当然そのセキュリティチェックも含めて、自動化してデプロイするという。これが最終的に目指したい、形態になります。はい、で本日はですね、この、CI サーバー上の部分ですね、のお話をさせていただきます。なので、出てくると、我々の、サービスとしてはアーティファクトリーと X-Ray、あとは、パイプラインですね、が、出てきます。はい。そのお話ですね、1枚ずつぐらいさせていただいた後にデモに入りたいと思います。はい、まず、アーティファクトリーですね。こちらもですね、前回ぐらいの、お話、ウェビナーで、アーティファクトリーだけに特化してお話しさせていただいたので、ここでは1枚だけですね、簡単におさらいをさせていただきます。で、シングルソースオブトゥルーズですね、何回か言ってるんですけども、すべてのバイナリが、この CI で生まれる、CI のパイプラインの中で生まれるバイナリが、もう一元化されて保存されるといったところが目指しているところですね。で、具体的には27個のパッケージマネージャーと CI サーバーに対応しております。で、メタデータなんですけども、先ほどのビルドインフォですね、っていったものも当然メタデータの一つになります。そのアーティファクトとは別に、ビルドした情報ですね。としてメタデータとして保存するんですけども、あとは明示的に、先ほど QA の人がテスト終わったっていうようなメッセージを付与することもできるっていう話だったんですけども、そのような形でキーバリューの形で、各アーティファクトに対してメタ情報を付与したりとかですね、することができます。で、そのメタデータを持って検索したりとか、パッケージ管理をしたりとかですね。最後、リリースを作るときに、このメタデータのものをすべて集めるみたいなですね、そんなやり方が可能です。あと、ストレージのオプティマイゼーションというところで、内部ではチェックサムベースのストレージが使われています。で、チェックサムベースのストレージって何なのかっていうと、要するにそのファイルの実態を保存するときに、チェックサムを取って、その名前で保存します。で、実際のですね、それに対する、権限であるとか、ファイル名であるとかですね、そういったものはメタ情報として別に管理している。こちら、RDBMS で管理していて、それらを結びつけているだけっていう状態になっております。なので、開発でよくあると思うんですけども、同じ会社でも、違うチームだったりとかすると、全く同じライブラリを何度もダウンロードしてきて、同じようなものがどんどん溜まっていくっていう状態ができてしまうと思うんですけども、そういった状態を避けることができると。アーティファクトリーで管理していると、必ず実態ですね、全くチェックサムが同じものに関しては実態は1つしか持たなくて、あとはそのメタ情報によっていくつもあるような状態に見せることができると。これによってストレージの容量が当然抑えられるわけですね。あと自動化、先ほどのエコシステムの話にもあったんですけども、自動化に関しては、非常に力を入れていて、アーティファクトリー自体が REST のサービスを提供していて、それを用いた、我々の JFrog CLI であったりとか、ジェンキンスとの連携であったりとか、プラグインで提供していたりとかですね。あと AQL と呼ばれる先ほどそのどのメタ情報を持っているものを、ファイルとして集めてくるっていったような、漠然とした言い方をしましたけども、それがクエリーランゲージとして提供されていて、アーティファクトリーを使い出すと、そのどんどんバイナリがうぞうむぞうに溜まってくるわけなんですけども、それを効率的に、クエリーするような、ランゲージがあります。で、それを用いて、ツールなどと連携して、連携することができるといったような、自動化の仕組みが、あります。はい、X-Ray の話ですね。次に、SCA ですね、ソフトウェア、いわゆる SCA と呼ばれる、ソフトウェアの構成の分析をするようなツールです。で、世の中にこのツール、これ系のツールって、あるんですけども、ただ実装はいろいろです。何ができて何ができないのかっていうところに関してはいろいろなんですけども、X-Ray に関しては、ソフトウェアの脆弱性ですねとライセンス違反のチェックを行うことができます。で、当然その再帰的にって書いているように Docker のイメージを例えばスキャンするときに、Docker のイメージの中に、いくつかレイヤーがあると思うんですけども、そのレイヤーの中に、どのコンポーネントが含まれていてっていう、当然その再帰的にですね、検索して最終的にドイツが脆弱性を持っているかというところを発見できることができるようなツールになっています。で、あと継続的ってあるのは、一度デプロイした後もですね、当然その後で脆弱性が見つかったりとかすることがあると思うんですけども、それも X-Ray のデータベースが日々更新されていく中で、デプロイしたものも後ほどインパクト分析として、例えばもし脆弱性があったら改善のアドバイスとかアラートを上げたりとか、継続的に、デプロイした後も、そういった仕組みがあります。あとこれもアーティファクトリーと同じようにエコシステムですね。IDE との統合であったりとか CI ツールとの統合。で、特に IDE との統合はですね、IDE でその依存関係を、定義して、ライブラリをが表示されたりすると思うんですけども、そこに、このライブラリが X-Ray スキャンされたんだけども脆弱性があってありますよっていう情報であったりとか、あとそもそもそのダウンロードさせないっていう設定も X-Ray の方でできたりします。なので、開発者がもう最初に、依存関係を宣言した段階で脆弱性があるって判断したものは手元にすらダウンロードできないという状態にすることが、アーティファクトリーを返すと、アーティファクトリーと X-Ray を返すと、そういうことができるようになったりします。っていったツールですね。で、フローなんですけども、アーティファクトリーに、新しいバイナリが入ったときですね、アーティファクトが入った瞬間に、X-Ray が、それに対してインデックスですね。インデックスは、つまりその、バイナリとバイナリが、依存関係として使っているバイナリですね。こういったものが、グラフとして内部でインデックスとして持たれているんですけども、それを作って、そいつに対して全部スキャンをしますと。で、ここまでは、全てのバイナリに対して共通して行われるんですけども、この後ですね、要するに会社によって会社ごとにポリシーがあると思います。例えばどのライセンスを使ってもいいけどどのライセンスを使っちゃいけないとかってポリシーがあったら、それを定義して、それに対して、重大な違反ですね、ここも、何をもって重大とするかっていうのは、自分で決めることができるんですけども、そういうものがあったら、例えばパイプラインのビルドをそもそも失敗させてそれ以降のステップを進ませないであるとか、あと軽微なものであれば通知とか Webhook を使って通知だけさせて、パイプラインは止めないとかですね、そういった設定をすることができます。これも後ほどデモでご覧いただければと思います。で、最後ですね、パイプラインズに関してなんですけども、次世代型の CI/CD と書いてますけども、CI ツールって世の中に結構ありますよね。で、割と我々のパイプラインズって後発なので、当然後発なりの工夫をしなければいけないっていうところがありまして、まずは特徴的なところは全てもうコンテナベースで動きます。で、各ステップその例えばビルドの単位であるとか、何か、処理の単位ですね、をステップと我々呼んでるんですけども、そのステップが全てコンテナベースで動きます。で、動く先もですね、その動的にノードを、クラウド上でノードを動的に、プロビジョニングして、そこで動かしたりとか、もともと、スタティックに用意したノードプールに対して実行させたりとか、そういった、柔軟な構成を取ることができます。なんですけども、結局ステップが動くのは全てコンテナになります。で、セキュリティに関してはですね、先ほどの X-Ray と連携であったりとか、あと当然、CI をする中で、意外と地味ながら苦労するところと思うんですけども、シークレットの管理ですね、鍵の管理であったりとかっていうところも、ビルトインで含まれていたりとか、可視性ですね。これは、パイプラインのその UI で一元管理したりとか、あとはそのリアルタイムでどういったステップが今、どんな状況で流れているかっていうのを確認することができると。はい、あと、パフォーマンスに関しては、これは、Kubernetes、コンテナベースにしたところと大いに関係があるんですけども、基本的にはもうノードプールを追加すれば追加するだけ、パイプラインを並列して動かせるっていうようなアーキテクチャにしております。なので、リソースがあればあるほどですね、スケールして、大規模なパイプラインでも、ビルドの時間をできるだけ短縮して、実行することができると。これ、一番最初に復習でお話した、そのできるだけビルドの時間を短縮しましょうっていうところにつながるお話なんですけども、そういったものを兼ね備えていたりとか、あと、これも、最近増えてきてはいるんですけども、YAML ベースのその宣言型の定義ファイルでパイプラインを定義します。で、これがプログラミングみたいにですね、こう記述していって上から順番にっていうやり方も、古くからあるんですけども、そうではなくて、YAML ベースですっきりして、定義できますと。で、ネイティブステップっていうものがありまして、いくつかその定型的なステップがあると思うんですけども、例えば、Java のMavenのビルドをするとかですね、あと Docker のビルドをする、で、Docker のイメージをパブリッシュするとか、ある程度もう定型的になってしまう処理があると思うんですけど、そういったものをネイティブステップとして、我々用意しております。でこれ、今20弱のネイティブステップに対応していて、あと当然ですね、自分で、シェルレベルでコードを書いて、今まで何かその CI で使ってたようなものを利用したりとかすることも当然可能です。はい。で、ちょっとデモの流れと関連するとこなんですけども、アーティファクトリー X-Ray パイプラインを用いた CI、具体的にどうなるのかっていうお話なんですけども、ビルドをアップロードした後にですね、そのビルドをスキャンしろ。これ、ビルドの単位になります。アーティファクトの単位でもスキャンできるんですけども、ビルドですね。要するに、このパイプラインが、流れた中のすべてのバイナリに対して、スキャンしろっていう命令ですね。それを投げることができます。で、その後は実際に X-Ray がスキャンをして、何か問題があればアラートを出して、ジョブをフェイルさせて、この CI パイプライン自体を止めると。で、止めない設定もできるんですけども、基本的に脆弱性が見つかったら止めるっていうような設定で、またここでその脆弱性を直してから、同じように CI を続けるといった流れが簡単ですけれども、ありますと。はい、ちょっと、デモに移らさせていただきます。はい、デモなんですけども、この、フロントエンドはですね、本日ちょっとデモから外して、もうローカルにすでにある状態にしています。で、ここに、文字ですね、バックエンドから、REST API 経由で格言みたいなのを持ってきてるんですけど、今はまだデプロイというか、Docker として、ダウンロードしていない状態なので、今何も表示されていない状態ですね。ここのバックエンドを Go のアプリケーションとして書いたものを CI/CD で、CI サーバーに流して持ってくるといったところですね。ここまでをやりたいと思います。でですね、まあ、簡単なんですけども、ソースコードのレポジトリがこの GitHub にありますと。でもうソースコードは簡単に本当に、Go のアプリケーションで、まあ、デフォルトだとローカルの8090というポートで、このスラッシュクオートっていうものを叩くと、有名人ですね、有名な人のクオートを、表示すると、ランダムに表示するっていったような、簡単なコードですね。で、これとともに、パイプラインですね。この先ほどのパイプラインの定義ファイルですね、ちょっと簡単にご紹介したいと思うんですけども、ステップですね、各ステップが YAML 形式で表示されているのと、あと、リソースと呼ばれる、どんな外部のサーバーを使うのかという定義ファイルがあります。で、そちらに関しては、今、GitHub ですね、このソースコード自体と、あとはビルドインフォ、先ほど出てきたビルドの情報っていったものですね。こういったものと、あとは、ファイルスペックと呼ばれる、いわゆるこれ正規表現、ファイルの正規表現みたいなやつで、アーティファクトリーからどのファイルを持ってくるかっていったときに、指定するファイルになるんですけども、こういったものが全て、外部のリソースとして定義されています。こういったものを定義した後にですね、一旦、パイプラインを流してみたいと思います。で、今のパイプラインをですね、アーティファクトリー側に登録しておくと、このパイプラインと呼ばれるところに、そのパイプラインが定義されております。で、今のやつに関しては、この CICD-Go バックエンドというパイプラインになりますので、こいつをですね、開いてみます。で、先ほどの、YAML ですね。こちらでも見ることができるんですけども、全く同じ、先ほどの定義ファイルですね。これが、レンダリングされて、このようなパイプラインの形になっているところですね。で、ちょっと一度流してみますね。で、流すときに、この GitHub の、Webhook ですね、を使って、実際に流してみたいと思います。なので、ちょっと、例えば何かダミーのですね、実際は何か開発している中でコミットしていくと思っていただければいいと思うんですけども、はい、何か、ここに、このソースコードに対してコミットされました。そうするとですね、自動的に、実行状態になります。で、それはここに先ほどの GitHub のリソースっていうものがありまして、こいつに対して先ほどの、コミットですね、コミットメッセージとともに、どのコミットがこのパイプラインを、駆動したかという情報が、表示されております。はい。で、パッパって流れていってるんですけども、まずやってることは Go のビルドですね。要するに、Go のソースファイルコードを持ってきて、コンテナ上でビルドすると。で、それビルドした後に、パブリッシュですね、アーティファクトリー側に一旦、ビルドしたものを戻すと。で、戻した後に、の中間ぐらいでご説明した X-Ray ですね、こいつのスキャンが走っております。で、その後にスキャン済みのものなので、使っても OK ということで、ここで Docker ファイルをもとに、このビルドしたものを含む Docker ファイルを、ビルドしております。で、それを実際にまたアーティファクトリー側に返すといったところ、流れですね。まあ、ちょっとこれ、流れていった形なんですけども、で、この48回目のビルドで作成しましたと。で、この情報なんですけども、これはパイプラインの情報ですね。で、実際にですね、アーティファクトリー側で見ると、当然そのビルドしたものと、ビルドしたものですね、が中にあるのと、パッケージとの形式と、ビルドの形式で、保存されております。で、まずちょっと、ビルドの方を見ていきたいんですけども、パイプラインの中で48回目のビルドでしたね。なので、これラストビルドが48回目になっているビルドですね。こいつを、見ますと。で、これ2つあるんですけども、1つは、Go のバイナリですね。Go のバイナリを作った時のビルド。で、もう1個は、Docker のバイナリ、Docker のイメージを作った時のビルドですね。それぞれ、1つのパイプラインで2つ。Go の場合は、実際にパブリッシュされたモジュールが、どんなものがあるのかっていったところですね。これは実際の、ビルドされたバイナリですね。と、あと、そいつが使っている依存関係ですね。の、バイナリが、このビルドによってできていると。で、どんな環境変数で、これがビルドされたかっていう情報ですね。と、あと X-Ray の情報です。これが、先ほどの、セキュリティですね。これ今、セキュリティが1個違反というか、ハイシビリティなやつが見つかっている状態なんですけども、これわざとですね、ちょっと古いバージョンの Go にして、るんですけども、それが見つかった状態ですね。まあ、ライセンスのチェックも行われているんですけども、まあ、ここに関してはポリシー違反はしていないという状態ですね。はい。あとは、例えばこのビルドですね、今48回目のビルドなんですけども、以前のビルドと比較していったり、先ほど diff が取れるっていう話をしたと思うんですけども、こいつを持って、どういった違いがあるのかとかですね、このバイナリは、前もあったんだけど、ちょっとアップデートされてますとか、あとはディペンデンシーに関しては変わってませんであるとか、あと環境変数も今回に合わせて、変わっていますっていったような情報ですね。ここも例えばビルドナンバーが47から48に変わっているとかですね。あとはここで新規に追加されたような環境変数が仮にあった場合は、それが赤い文字で、表示されますと。で、それによって、一目で、まあ、前回との違いが分かるようになっているわけですね。これ同じパイプラインで同じようなフローを流しているので、ほとんど差がないんですけども、まあ、こういった情報がビルドインフォというものから持ってこれると。はい。で、あと実際のアーティファクトなんですけども、今のパイプラインの中で、どれぐらいのバイナリが関与されてたかっていうのはちょっとご想像していただきたいんですけども、まず最初のですね、この Go のビルドっていうところで、サードパーティーのライブラリを持ってこなくちゃいけないっていうお話、最初にさせていただいたと思うんですけども、そいつがこのリモートキャッシュですね、もしくはリモートっていうところに溜まっております。で、先ほど3つですね、依存関係があるっていうお話したんですけども、それもすべて、アーティファクトに入ってる状態になっているわけですね。で、このキャッシュされているところから、もう CI を回すたびにどんどん取っている。今も実際にですね、もうすでにあったものを使っているので、ビルドが早かったわけですね。はい。で、これが一つのレポジトリに全てまとまっているような形ですね。これがまあ Go の部分で、次にそのビルドしたものをアップロードしたっていう作業ですね。それがまあこの2つ目になるんですけども、ここでは、この実際にビルドしたこのバイナリですね、Linux 用の、バイナリがここにアップロードされている状態になると。で、こいつを含んで、Docker のイメージをここで作ったと思うんですけども、こいつが、Docker のイメージとして、ここに入っているわけですね。で、これバックエンド、実際にそのバックエンドの方の48回目のビルドのこれそのままタグにして、イメージのタグにしていますので、ここに、ある状態ですね。ここに、依存関係のレイヤーとともにマニフェスト JSON とともに、保存されていると。で、で、これ当然その Go と Docker だけしか現れてないんですけど、ここに、まあ、例えば Java で開発したりとか、フロントエンドで、スクリプトですね、を開発していると、それぞれまたどんどん依存関係であったりとか、アップロードしたものであるとかですね、モジュールであるとかで溜まっていくわけなんですけども、それもすべて一元してアーティファクトリーで管理できるといったところですね。はい。で、実際にですね、この48回目のビルドにて、こっちが Docker の方ですね。で、実際にこいつですね、先ほど、見ていただいた通りの48回目にできた生成物っていうのが、一覧で表示されてますと。で、ここからですね、ビルドの方から先ほどどこに保存されているかっていうのを逆にたどることもできます。で、実際はですね、ここに、保存されている状態ですね。なので、今ですね、これを、CD もコンティニュアスディプロイメントとかデリバリーも含めると、この Docker イメージを持って、さらにデプロイまで自動化っていうところができるんですけども、今はとりあえずここの Docker のイメージができて、アーティファクトに保存されている状態ですね。ここまでご紹介いたしました。なので、ですね、ちょっとせっかくですので、このデプロイしたものを使って、Docker のイメージをランしてみます。最後にランしてみたいと思います。で、ですね、これが、その URL ですね。で、当然このアーティファクトリーを使うってなっても、今までお使いいただいている Docker の CLI であるとか、こういったものを何も変える必要がございません。で、まずはですね、Docker のログインっていう作業ですね。これが必要だと思うんですけど、これ Docker Hub とか使うときでも必要ですね。で、実際にですね、その URL をここのアーティファクトリーの URL に変えていただくだけですね。なのでツールとしては、お使いのものを当然今までお使いいただけるんですけども、この URL の、設定だけが変わると。で、ログインした後は、実際にですね、このビルドの URL ですね、そのまま持ってきますと。で、ちょっとこれ違ってるのは、このリポジトリの違いがあるんですけども、そこはまあ、今はこのローカルとこの CI/CD の Docker というのは同じものと思っていただいて、ここの番号だけですね、最後43ではなくて、48回目のビルドなので、タグとしては48回目のはずですね。なので、こいつをですね、ランしてみます。これ今できたばっかりですね。なのでキャッシュがなくて、アーティファクトリからローカルのこの PC にダウンロードしてきた感じですね。で、それをそのままランさせましたと。なので、先ほどのですね、アプリケーションに対して、ここの、先ほどのもう Go のバックエンドが作ったウェブサービスが立ち上がって、うまく連携されて、ここが、まあ、読み込むたびにいろんな人のメッセージが出るような、まあ、そんなアプリケーションが、完成しました。はい。で、ちょっとですね、これ流してみてですね、まあ、そらそうだろうっていう話にもなると思うんですね。ちょっと一旦ですね、わざと、この X-ray のスキャンがですね、じゃあ失敗するっていったところを、残りの時間でお見せしたいと思うんですけども、で、セキュリティの設定ですね、先ほど、ポリシーっていうものがあるっていうお話で、これ、ウォッチっていうのが出てこなかったんですけども、ポリシーっていうのは、どんなものを監視するかっていう、いわゆる企業のポリシーですね。これと見ていくと、ですね、今ですね、この CVSS のスコアですね、要するにどれぐらいのセキュリティの重大性があるのかっていう、まあ、報告の数値があるんですけども、これ高ければ高いほど重大性があるっていうことなんですけど、今、9から10を拾うっていうふうにしています。で、さっきのですね、実は先ほどその Go の脆弱性があったので、あれ実は 7.8 の CVSS なので、これには実は引っかかってないんですね。わざとそうしたんですけども、これを引っ掛けるように今からしたいと思います。例えば7とかにして、もう少し広くセキュリティチェックしろっていうポリシーにしておいた後ですね、保存しますと。そうすると、今これ7から10になったわけですね。で、もう一度ですね、ビルドを流してみます。今度これビルド流すときは、先ほどその Git のコミットからやりましたけども、ここから手動で、今度はやってみたいと思います。これは同じことですね。ここをトリガーにして、パイプラインが走るか、もしくは、ここを手動で走らせるかといったところなんですけども、同じように、ビルドとパブリッシュまではまあ基本的にはうまくいくでしょうと。で、問題なのは、注目してほしいのはこのスキャンのところですね。今度は新しいスキャンのポリシーで、スキャンをしています。なので、今、その設定ファイルをスキャンが引っかかるようにしたので、一回ここでフェールしますと。フェールした後に、もうこのパイプラインはあと残り流れないようになるわけですね。この後に、この脆弱性のあるものでバイナリー、Docker イメージを作っても、意味がないので、ここで、ストップさせております。で、具体的にこいつが何でフェールしたのかっていうログを見てみると、内部でその X-Ray に対する API を、投げてるんですけども、そうですね、やっぱりそのトップシビリティハイっていうところで、このライブラリですね、先ほど、画面でもご覧いただいたと思うんですけども、こいつが、シビリティがありますよっていうものを検知して、これ以後、パイプラインを進ませないっていう設定にしました。はい。なので、セキュリティのところって CI をやる上であまり考慮されていないといいますか、ただこれがもう日々のコミットの中で、発見できるわけですね。当然自分のビルドであったりとかテストであるっていうのはパスすると確率が高いと思うんですけども、こういった脆弱性のものをですね、なるべくこのテストの日々、チェックすることで、リリース前の最後の最後で、脆弱性が見つかってどうにもならないという状況を、防ぐようなことができるのではないかなと、思っております。はい。ではですね、ちょっと、最後ですけども、QA、残りのお時間ですね。ちょっと時間押しがちなんですけど、ちょっと延長させていただいて、10分ぐらいで、QA をちょっと確認させていただきたいと思います。あと、今のデモで何かございましたら、適宜書き込んでいただければと思っております。あ、QA 来てますね。はい。問い合わせのサポートは日本語 OK でしょうかっていうところなんですけども、はい、我々その日本人のサポートメンバーもいるので、当然日本語で OK ですし、今既存のお客様も、日本語で問い合わせていただいている方、多くいらっしゃいます。ただですね、当然その日本人が稼働できているタイムゾーンっていうのがあって、それ以降はですね、24時間問い合わせはできるんですけども、日本語だと、翌日まで待ってもらわないと、もしかしたらディスパッチされないという状況が、生まれるかもしれないんですけども、基本的に日本語で OK ですと。はい。あ、はい、X-Ray の脆弱性チェックについて、新しく脆弱性が発見されたら任意のライブラリのライセンスが突然変更となった場合は、どのように更新されるでしょうか、自動だった場合はどれくらいの期間で最新化されるのでしょうかというところですね。はい、ありがとうございます。ですね、さっき、この X-Ray のところでこの外部データソースのお話をしなかったんですけども、我々その X-Ray の、データベースっていうのも持っております。独自のデータベースになりますね。で、これはバルン DB と呼ばれる、脆弱性のデータベースを元にはしてるんですけども、ここに書いてあるように、バルン DB ですね、と、各 Linux のベンダーが、独自で出している脆弱性の情報っていうのがあったりします。で、パッケージに対する脆弱性ですね。RedHat が出してたりとか、Debian が出してたりとか。で、こういったものを含めたりとか、あと、ここに載せることができない情報ソースっていうのもいくつかあります。で、そういったものをですね、手動、自動兼ねながら、我々がデータベースというものを作っていまして、こいつをX-Rayですね、自動にしていると、日に1回アップデートされるような形で、お客様の中のX-Rayのデータベースとシンクされます。で、それに対して、また既存のものにですね、既存のバイナリにも、スキャンが走って、脆弱性が分かると。そういったような仕組みになっております。で、ちなみにですね、ここが、自動でアップデートできないっていうケースもあると思うんですけども、その場合は、この外部のデータソースを、オフラインで運んで同期させるっていう方法が、ございます。なので、その場合も、そういったやり方で、ここのデータベースと同期させるというやり方が可能になっています。はい。はい、あと18ページの、これですね、ちょうど。こちらのアーティファクトとビルドインフォをデプロイと記載ありますが、ビルドインフォとはビルドツールによって出力されるログのことでしょうかっていう話ですね。で、これ、デモの画面でご覧いただいたと思うんですけど、ビルドインフォっていうのは、ビルドの情報なので、ログっていうよりは、まずログではないですね。ビルドするための、情報、環境変数であったりとか、実際に依存関係として使っているものであるとか、っていったものですね。例えば Go、Docker のイメージだと、それぞれできたイメージとマニフェストファイルであったりとか、Go のビルドだと、実際にできた、ファイルであるとか、あと環境変数であったりとか、その X-Ray の情報であったりとか、っていうところですね。で、これ、ローのですね、形式で実は見ることができます。なので、詳細何が入っているのかっていうのをご覧いただきたい場合は、こちらを見ていただければ、基本的には環境変数が入ってたりとか、どのエージェントですね、どのツールでビルドしてたのかとかですね、こういったものですね。これ、ちなみに、ジェンキンスとかからビルドしても同じような情報がここに入ってきます。それが、我々がエコシステムとして他の CI ツールと連携しているっていうゆえんですね。はい。一体これで、まだありますか。はい、大体こんなものですね。はい。それでは、ちょっと最後スライド。そうですね。もう QA に関してもないので、本日はですね、ここまでになります。でですね、次回は、一度7月の、2日かな、初旬に、DevOps の、別のウェビナーをさせていただいた後に、この残りの CD のお話は、その、次の次ぐらいのですね、ウェビナーで、その次のウェビナーで、その後の2週間後ぐらいですね、に、させていただきたいと思っております。では、本日は、ご清聴どうもありがとうございました。